どうも、こまるです。きいたろです。今日は I. N. I. のカムバック症の感想について話していきます。 まあ1時間ぐらいのねカムバス町だったけどまあなんかすごい羨ましかったねいやそうだねいろいろ盛りだくさんだったしなんかさもうビジュアルも最高だったじゃんいやそうなんんかさすごくなかった顔お顔がそうお顔がねーいやなんかお化粧もさお化粧とか言ってあれだけどなんかメイクもすごい良くて、うん、うんうんうん、うん、なんかさそれをさあのさやっぱ劇場公演ぐらいのさ近さで見れるんがやっぱめちゃめちゃいいな、うん、みたいなそうだね確かに今回ね500人だっけもう少ない人数だから至近距離で見 見れるもんね、うん、しかもさ今回さあのゲームのさところゲームのところあったからなんかそこでさそのやってる人たち以外なんか話してる人たち以外の人が結構さファンと交流してたりまあっていうかまあ特に雄大なんだけどユーダイやっぱすごいよねわ <laughs> かるいやなんかさもうこういう時の話になると絶対「雄大」って出ちゃうの申し訳ないけどでも本当と「雄大」すごいよねそうそうそうまあ m j もねいつもあのよく出てくるメンバーだと思うんだけどやっぱこの2人、うん、2> 特にねそうだねやっぱり、うん、みんな結構それぞれがそれぞれにやってたけどやっぱ うんなんかあのじゃんけんしてるとかよく思うもんね稽古の時もしてたと思ったけど、うん、今回もしてるみたいな、うん、そう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 ,そうすごいよねなんかさすがに私劇場公演で AKB のじゃんけんしたことないなと思ってさ、うん、<laughs> 確かにじゃんけんって発想が確かにあんまないよね <laughs> そうそうそう劇場公演がなんか曲数多いからっていうのもあると思うけど、まあ、なんか余白があるからこそできる交流だよね、うん、ああそうだねそうだねそれはあるねうんうんじゃあ先にね瀬戸りね今回披露したのがこちらです 今回はね、まあ、いつも同じぐらいかなと思うんだけど、4曲ぐらいは披露してくれて、まあ、MC が結構多めだったかなみたいな印象かな。そうだね。なんか、ゲームとかもやってたしね。うんうん。じゃあ、まず1つ目の We Are から。そもそも We Are 始まりいいよね、爽やかでさ。パララパララとか。<ー> <laughs> イントロ歌い出したから。<laughs> 確かになんか、そう、激しい曲始まりも好きだけど、なんかこういう爽やか始まりも合うよね。うん。なんか、この曲もしかもちょっとアドリブ入れてきたりするじゃん。なんか特徴的だったのが、まあ私が覚えてるのはっていうあれだけど、 浅木が匠くんとなんか顔合わせてなんかやってたりしてなかったっけ後半のさ、ね、多分ここ言いたいんだと思うあれでしょ怖くないようでさ指にハート見せてやるだろうそ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 う <laughs>、うん、言おうとした割には全然覚えてなくて申し訳なかった <laughs> <laughs> 大丈夫俺もそこ言おうと思ってたから、うん、そうそういうとことかってねよかったよねうん確かに確かにで今回さ衣装が We Are ーーの MV できてる衣装だったよねうんうんそうだねあの黒衣装ねそうそうそうあの衣装ほら K−POP 要素があって私結構好きですだからわかるそうだねあれ安定だよね が立つみたいなさ、そうなんか敬根の衣装とかもそうだけどもうねシンプルでいいのようん最高だったね、うん、最高だったしかもさ衣装も良ければさまあビジュアルもみんないいんだけどなんかさまさにの髪の毛やばくなかったあー分かる <laughs> めっちゃいいと思っていやてか今回まさにビジュアルやばかった正直ねそうだねなんか前髪の感じとか良かったよね、うん、なんかそうその髪型を邪魔しないなんか適度にいいアイメイクみたいなさうん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 細かい <laughs> ちょっとメイク感って俺あんまよく分からんけど確かにまあかっこいい はかっこいいいかっっこなと思って。<laughs> そうそうそういやでも本当ねてかみんなかっこよかったけどうん、うん、映る時そう全部すごいいいなと思ってさじゃあ次ジレンマねこの曲でどんどんなんかテンション上がっていく感じだよねいやそうだねいや本当とにだからさ渓谷でも見たけどやっぱジレンマもいいよねそうだねやっぱさあの張り上げがあるじゃんヒーロー君のそう,うんうんうんしか張り上げもあればリヒトの城,城の扉閉じもあるしさ <laughs> そう,、ね、<laughs> そう見どころが多いなんか楽曲じゃんダンスでだからやっぱ見てて面白いよねそうだねいやほんとヒロムのさジレンマの叫びがねめちゃくちゃ良かったしなんか結構地声もかぶせとってそうだねうん、うん、すごいなんか伝わってきたわやっぱねこれこれみたいなとこあるよねうんいやそう本当これが聴きたいみたいな感じだよねうん、うん、で次に MC とあとシンクロポーズゲームか MC がね、うん、ゆうじさんでで、まあ、そこのさ MC とシンクロポーズゲームでいったらやっぱ シングルポーズゲームがさ、うん、特に私は好きだったんよいや本当になんかさそのみんなでポーズ一致するかみたいなゲームだったけど、うん、なんか特に面白かったんがなんか愛のポーズやってくださいみたいな、うん、時になんかフェンファンが寝転がるっていう、うん、<laughs> あれめっちゃフェンファンどうしたんってなったよねそう一人だけ画面から消えてさ <laughs> <laughs> みんななんかこうやってさタケノコニョッキーみたいな愛やったりしとるに、うん、なんか床に出してもうアイドルさステージで寝んでと思って。 <laughs> フェンファンなんか突拍子もらなくていいよね <laughs> 体張っとってめっちゃいいわと思って <laughs> なんかでもさあのフェンファンさ雄大イと隣だったからさ雄大と一緒に雄大にコソコソって言われてなんかハートポーズ作ったりさ、まあ、後半の方だけどハートポーズなんてああそうだねそうそうそう、うん、ハート作るやつねそうだからあれ見てハートポーズ作った見てもしかして雄大イ吹き込まれたんかなと思っとった愛の <laughs> ああやつあとあとね <laughs> <laughs> フェンファンフェンファン寝転がったらおもろいでみたいな <laughs> <laughs> そういうこと あれ雄大だっからっったかてちょっとね <laughs> あ,ーあーなんかさついでにフェンファンで面白かったのがなんかさフェンファンさいつ,い,ついつからかさなんか一家に一台フェンファンとかって言い出すじゃんなんか自己紹介であそうだね確かになんかさ昔はさミステリアス担当だったねか <laughs> っていうごめ <laughs> <ど>もうそんな記憶なかったけどそうだね <laughs> そうどこ行ったんと思って <laughs> <laughs> 確かに最近可愛いいキャラ目指しとる <laughs> うん でもさ思ったもうミニちゃんファンの中でさフェンファンがミステリアスだって思っとる人なんて一人もおらんよね確かに未だそうだねもう思ってないで全然そうもう本当のフェンファン知っとるからさみんなそうだね、うん、てかさフェンファンさ関係ないけどさなんか話特にさ曲のあれかなんかさこの曲の見どころはとかさなんかどこが好きとかさなんかいろいろさヒアリングされてたじゃんメンバーうん、うん、さそれをさ説明するフェンファンの日本語上手すぎてマジですごいなと思ったなんか前よりどんな 上手くなっってるると思ってあわかる確かになんかフェンファンってさああいう説明する時ほんとさどのメンバーよりもなんか言葉遣いとかさ選び方とかうまいよねそうそう,そうなんかさなんかすごいどっかでちょっと詰まったんだけどでもその詰まり方もめちゃめちゃ自然だったからもうなんか、うん、すごいなと思ってこれが成長かみたいなねいやーすごいよねうん、うん、すごいよね一国の地でさアイドルになってさってやっぱすごいよねいやわかるわかるいやほんと感心するうんしかもなんかフェンファンも結構ファンさやっとる姿見れて曖昧までうん、うん あうんうん、そうなんかねファンの方にそう指くるくるしとったんやん,なんかどういう魔法使いみたいな,なんか指くるくるしとったんだよ <laughs> 何のうちをさあれ見せたら、まあ、指くるくるしてくれるんかね <laughs> そうそうそう,そう何の反応であれになったんか分からんけどいやなんかねそれもねよく微笑ましかったああそうかも <laughs> そうかもうん、うん、<laughs> あとさシンクロポーズさなんか最後さなんか後藤のアーシャってやつあったじゃんみんなさそのたけるくんのさなんかアーシャのポーズやるみたいなうん、うん、そう全員解釈て ち致しとって面白かったわごめん私ねほんとそこだけ見れんかったんだなぜかなんか用事があってなんかすごい面白そうなすごい面白そうなやつやんって思ってあれじゃん後ろにはさ表示されてるじゃんごとの、えーうん、とかみたいなそうそうですごい面白そうだから今から見れるのかなと思ったら次ってマジショックだった <laughs> <laughs> じゃあぜひアーカイブ配信されたから見ておいて <laughs> そっかそっかすごい見たかった、うん、で次「ボンバルダーか」か、まあ、これね私そもそもこの曲めっちゃ好きだから、うん、なんかやってくれて嬉しいわかるいやほんといや「ボンバルダー」めっちゃいいよねそう「ボンバルダー」私この軽音でもやってくれてやっぱめっちゃいいなと思ってこの間ドライブでボンバルダーめちゃめちゃ聴いたんで何回かオーナーリピートしてすっごいテンション上がる <laughs> 運転しながら聞くと <laughs> ああそうだテンション上がりそうだねだからなんかそのテンンション上が い,い曲みたいなのがよりねインプットと強まった状態で見たからすごいテンション上がったあわかるわかるそれ記憶とね連動するしねそうそうそうや,やっぱいいよねめっちゃいいいやーほんといいてか早く生で見たいなこれさ僕さジレンマの回だったから結婚うんうんボンバルだ生でマジで見たい早くそうだね、うん、全部いいよねなんかもう曲もいいよけるやダンスもいいもんねそうそうなん,なんかメリハリあるじゃんね、うんなんか激しいとこもあれば「うん、Where I am I」でちょっと可愛いい振りになるみたいなうんうんそう I can go ですね い,やいいねだからね <laughs> めっちゃいいよねあそこもそう「レッツゴー」みたいなねそれであの低い声いボンボルドうちら初めて聞いたの <laughs> 初めて聞いた感想だよ <laughs> 初見初見がやばいみたいなやつ <laughs> 初見の反応がないよ。<laughs> そういやほんと、ここマジ好きなパート多すぎて、たくみくんのさ、見たことない光景へのさ、もうあそことかめっちゃ好きだし。わかるわかる。うん、イエーイのとこね。<laughs> そうそうそう。 <laughs> そうイエイゴビね、うんうん、その後のヒロムの「諦めはどんせいぜんも」そこめっちゃいいめっちゃいいよねで、うんうん、<laughs> そのあとに「ヨフェルメ」も好きなもう全部好きなどうしよう一個一個言ってしまうわ <laughs> <laughs> サビえっとそうそもそもボンだ「ボンバーダーボンバーダー」の好きだからあだからヨフェ m メのさ雄大も良かったしサビのね重い感じもいいしねそうあのダンスも重い感じ出してくる そうもうドゥイナ「d o i n g a d o i n g のさどこもいいしさいや全部言うんこれ全部 <laughs> 全部語るやつ <laughs> 初めて見たんだから <laughs> 確かにうちはさボンバーダーのさそのパフォーマンスビデオ感想って確か単体で取らんかったんよああそっかそっかそ,それもあってなんかたまっとるんかもしれない言いたいのが <laughs> <laughs> そういうことか <laughs> そうでさあきょうちゃんの張り上げもさやっぱこれめっちゃ際立つじゃんああそうだねそうだねそうなんか後ろのフェイクとかもなんかきょうさすごい見れて、うん、なんか張り上げてらっしゃると思っていやめっちゃ良かったね張り上げなんかすごかったよね声量あるしそうなんかさきょうちゃんって結構優しいとか柔らかい歌い方するイメージだったけどなんか張り上げの高いなんか突き抜ける感じも出とって、うん、いやうまみたいな、うん、そうそうそう改めてきょうちゃんすごいよねうんいやほんとになんかほんといろんな声出せるなと思って じゃあごめんあの初見の反応なんだけどさ、<laughs> まだあった。<laughs> しかもすぐ戻るんだけど、一番最初のラップのとこ大好きってな。<laughs> すっごい戻るんだけど。<laughs> じゃあ、ちゃうよみたいなとこ, <laughs> そこ。そこから好きな初見だから言わせても。<laughs> 初見ではないんだけど。<laughs> あと、そのラップも好きだから、もちろんさ、あのリヒトの、片橋からぶっ壊せーのとこも好きなの。<laughs> い,やいやいや、<laughs> いやいや、男 <laughs> 男ではないよね。男 <laughs> じゃないよね、これ。大丈夫 <laughs> 男だった全然。大丈夫。<laughs> 丈夫 <laughs> すごい。<laughs> とっ<て>の <laughs> 力 <laughs> 強かった <laughs> いやあねリヒトリヒトだってなんだっけあれなんか自己紹介でさなんだっけイケボラッパーえなんだっけ低音イケ,ボメイ,ンイケボラッパーみたいなあーそうそうそう言っとったよねメインイケボかなうん、うん、いやもうイケボ自称しとると思ってうんうんであれはもう自称していただいてめちゃくちゃいいよねうん、うん、で次コールワワンンナインかなこれが最後で、うん、もう短かったよねそもそもいやそうなんかあっという間だったねうんやっぱさコールワワンナインはさこのセカンドアイのさやっぱタイトル曲だから、うん、やっぱさそのバカズも踏んで やっぱパフォーマンスもさなんか安定感抜群だよねうんそうだね、うん、なんかしかもさそのカメラさんが意外とちゃんと今回さなんか拾ってくれるというかさ見たいとこ見せてくれるみたいな感じだったからもちろんあの「Cos119」のさ4連続のやつともちゃんとさカメラパン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 って言ってくれて、うん、まあすごいなと思ってさあーそうほんとそうだねカメラワークマジ今回最高だったよねそうね傾向がさ結構なんか微妙なところあったじゃんいやそうね傾向ちょっともうすごい頭映す,す,すとかすごい足元映すとかすごく多かったからさ <laughs> ha 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 <laughs> なんかやたらね遠目の上の方からみたいな <laughs> <laughs> そうそうそうだからほんと多分このねカムバショウは多分その分かってらっしゃる方が撮ってるんかなうん,うんそうだねうんうんだからもう配信で見てる分にもすごいねよかったよねうんすごいすごい見やすくてよかったねうんで最後に VTR と MC かこの VTR はあれだよねあの DVD のそうそうそうあの日プ2のねなんかその INI にフィーチャーした11人の奇跡みたいなうん,う,んうん一人一人に焦点を絞ったやつが出るんよねえなんかさ日好きとして はたまらんやんかさこれさ J1 もこれ出たんだけどすっごいボリュームあって面白かったから何げないのやつもめっちゃ楽しみだね。ね何かしかももうジャケシャも触ってさちゃんと何か取り下ろしみたいな感じだったね。うん、そうめっちゃいいんあの取り下ろし。ねその DVD もすごい楽しみだし、まあ、あと最後かもうこれで何かお楽しみがありますみたいな感じだったっけうん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 。うんうん、で何があるんかなと思ったらさまさかのさなんかお見送りを見るという <laughs> 謎の配信ね <laughs>。 <laughs> うん、<laughs> そうねまあでもあれ行った人にはもう最高のやつだよねうんなんかさでも48のさ劇場でもあれあるじゃんああいうのお見送りってうんやってたねそうだからまあなんかちょっと荒れてるのは単純にあれをすっていうところがやっぱりね荒れ要素にはなるよねその48ですら映してないからさああいうところああまあそうだねあれは本当行った人だけのやつだったもんね48の時はうん、うん、そうそうそうでもまあなぜか見,見れたからさ <laughs> まあ見るじゃんうん <laughs>、えー、でもなんかさ雄大の方のカメラでさ定点みたいな感じで映って てたけど、雄大の神太陽がすごいなっていうね。なんか感心してしまったよね。いやまずそう。まずそこの感想だよね。そうそうなんかもうすごいよね。なんかさめっちゃ乗り出してさ。いや。あれは好きになるわね。なんかそのアイドル楽しんでるみたいなさ。なんかアイドルはどういう職業でみたいなのが分かってる人のやるやつだよね。うん、本当なんか起点も効くしさ。なんかお誕生日おめでとう。とかなんか会話ってかなんかさ。なんかね。そういうのもしててね。すごいすごい。なんかあとね。あと個人的にはでもね。 とかがすごいラフ最初さ、そのお客さんが来るとき、にだっけな、横にいた人のところに、すごいね、肩に手を置いて、めっちゃリラックスしてたんよ。その感じもめっちゃいいなと思ってさ。ああ多分んきょうちゃんかな。わかるわかる。うん。えー、そう、なんかあの感じもいいな生で見れんの、みたいなね。あわかる、そうだね。しかもなんかさ、雄大がさ、カメラ側にいたから、雄大ちょっと俺らにもやってよ、みたいな。で、なんか、がガオーみたいなやったら、うーみたいな。なんか、<laughs> やばみたいな、ファンのマ似とかもしとって。<laughs> 西君、<laughs> いいなぁと思って。 いいよねなんか明るいパワーがすごいよねうんうんうんちょっとタジのことを言うの忘れとったんだけどなんかそのシンクロポーズゲームのタイトルコールをタジが振られたんよ、うん、でなんか面白くやってくださいみたいなことをユージさんに言われてなんかタジが面白いキャラじゃないとかって言っとったんよ、うん、あ思い出したそう、うん、でそしたらなんかマサニーが横なんかそこはタジが討ち取ってでもマサニーが横でなんか面白いから大丈夫だよみたいな言っとった声が聞こえて、うん、そこでマサニーがさ好きだもんって言ったん <laughs> <laughs> そう、むさ、田島さ好きとしてはたまらんくて。やばいね。<laughs> そう、それちょっとさっき言うの忘れとったから、ここで言いました。<laughs> <laughs> <laughs> いやそれすごいいいやつだねしかもすごい面白くてなんかちょっとさなんかやったあと手出た感じだったよね確かタジそう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 タジねなんか鬼瓦みたいなねそう無茶振ぶりさせられてたねそう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 でもさほんとさこれしつこいんだけどさタジあの衣装さあのスシュッとした衣装じゃんあのスーツ的な衣装、うんうん、めっちゃいいよねわかるなんかほんと一生言い続けるけどめっちゃいいよねいやマジで本当になんかバランスが最高だからさ、うん いや、わかる。これもう、どこまで足なんみたいな。うん。でも本当にさ、顔小さいしさ、なんか徒高くてなんか、すごいよね。うん、なんか改めてありがとうってなるんよ。<laughs> いつまで言ういや、本当なんよ。あとそうだ。<laughs> お見送りのところで言うの忘れとったら、リとかさ、お見送って言ったよね。<laughs> <laughs> 言ってたね。始まる前やろ。<laughs> そうそうそう。ね。そうさ、うちらが指差しでネタにしとるのバレたんかな <laughs> <laughs> よいしょしゅ <laughs> ういや面白かったねうん、うん、で以上でね感想言ってたけどメンバーのビジュアルも良かったしなんか曲披露もさ良かったしなんかゲームも面もかったしすごい最高だったねねっほんにすごいさ濃密な1時間だったよねうんそうだったねなんか早くやっぱ大きいライブで見てみたいねいやそうだねもうなんか早くそうだねもうライブ見たいって気持ちがねさらに強くなったねうんそうだねだからさ INI のこれからが楽しみだよね そうだね。パッパッ